皆さんドラクエ好きですか？どうも青ゲームです。今回の動画はキッズには難しすぎたファミコン版ドラクエ1の鬼畜様子などをご紹介していこうかなと思います。ドラクエの鬼畜作品といえばドラクエ2が有名ですが、ファミコン版ドラクエ1も子供には難しかったと思います。そこで今回はファミコン版ドラクエ1の発売当時どれだけ子供が絶望したのか調べてきたんで語っていこうかなと思います。最後まで動画見てもらって感想などコメントで教えてください。皆さんファミコン版ドラクエ1やったことありますか？まずは雑魚敵の強さ。ドラクエ1ってラスダン以外最初から行けるちょっとオープンワールドっぽいところがあるんですが、そこが面白いと思います。ドラクエ11の感じでねリメイクしてくれたら絶対に買います。発売当時は家庭用ゲーム機では日本初となるオリジナルタイトルの RPG だったため、ドラクエ1で RPG という作品を初めてプレイした方が多かったそうです。今だと街の外でレベル上げをして装備を買って回復アイテムを買って魔法を覚えてって感じで当たり前のように進んでいくんですけども、 RPG 自体初めての方が多かった時代ですし、まして子供には難しかったそうです。ドラクエ1をやったことがある人ならわかると思いますが、橋を越えたら理不尽なこと強くなります。序盤猛威を振るってくるのが橋の先に出てくる骸骨です。今までの敵と違って HP が格段に増え攻撃力も上がってるので全滅させられた方も多かったんじゃないでしょうか。敵の強さの切り替えって橋ですよね。そのシステム自体知らないと急に敵が強くなって全滅を繰り返した人も多かったのかなと思います。僕は敵がね急に強くなると興奮するんですけども、当時 RPG 初心者には理不尽に思えたのかもしれません。復活の呪文。バッテリーバックアップによるセーブ機能がなかったため、ドラゴンクエスト1で採用されたシステムです。特定の文字の羅列を入力することで今まで進めてきたところから再開できるシステムです。毎回長いひらがなの文字を紙などに正確に写す必要があるため、ゲーム終わることが最大のリスクとなる恐ろしいゲームでした。これはね、まあ昔のゲームだから仕方ないんですけどね。当時は復活の呪文専用ノートを持っている子供が多かったそうです。これ何が鬼畜かっていうと、復活の呪文を聞けるのがラダトームの王様しかいないのが非常にきついポイントです。どこに行っても最後はラダトームに戻らないとゲーム終われないので、ダンジョン攻略とかね中途半端に終われません。当時はブラウン管のテレビだったため、形の似た文字の見分けがつきにくく、文字を間違えると何時間も進めたのにまたやり直す羽目になったそうです。まあボス戦くらいならねやり直してもいいんですけども、レベル上げ何時間もやったデータがなくなるとかはもうゲーム投げ飛ばしたくなりますよね。大人でも復活の呪文は大変だったのに、子供ならなおさら鬼畜だったんだろうなと思います。太陽の石の場所。竜王の城がある魔の島へ渡るために勇者が探し求める道具の一つです。ラダトーム城でこの城のどこかの地下室にあるという情報がもらえます。多分ですけどもこれしかヒントはありません。城内をいくら探しても見つかりません。これね僕も結構時間かかったような気がします。普通にしてるとわからない画面の端の方に階段があります。いろいろなゲームをやってれば、まあ、隅々まで探すって発想はあると思いますけども、当時 RPG をドラクエ1で初体験の人が多かったことを考えると、まあ、意地悪な仕様だったのかなと思います。ただヒントというかリムルダールの鍵屋で外から回るってことを知ることができるので、多分これで隅々まで探すって発想が生まれるので、まあ、実質ヒントになってるのかなと思います。ただ子供にはちょっと難しすぎたんじゃないのかなと思いました。この経験からプレイヤーは画面の外に何かあるのかなと学び、ドラクエ2のペルポイの牢屋の壁の中のラゴスを見つけることができたんだと思います。ドラクエ3のランシールの神殿も街の上の方、マップの外的な感じで進まないとたどり着けないんですけども、これも過去作やってないと見つけるのに案外時間かかるのかなと思いました。まあ、見つけた時のねテンションは上がるんですけども、案外ここら辺でゲームやめちゃった人も当時いたのかもしれません。ロトの印。僕も初見プレイの時はこれがちょっと分かりづらかったです。ヒントはメルキドの神殿で具体的な落下地点の座標を聞けるんですけども、これね聞き逃したような気がしてなんかさまよいまくりました。
ヒントは北に70、西に40ですよね。当時のことちょっと調べてみたんですけども、当時のことは北がテレビの奥の方角だったと分からずに絶望したそうです。今の時代ならゲーム内で東西南北だろって分かるんですけども、初めてのゲームで北と言われたらリアルの北を想像した人もいて絶望したとの話を聞いたことがあります。ちなみに僕はドラクエではないんですけども、人生で初めてやったゲーム FF だったと思うんですけども、東西南北はリアルの方角だと思って進んでました。子供の頃の話ですよ。小学生の頃だったと思います。初のゲームだと多分みんなこれ一瞬迷うんじゃないかなと思います。ロトの印が落ちてる場所に向かう道のりがこれまた過酷で、敵も強いし回復ポイントもなく心が折れそうになります。地面を手当たり次第調べるんですが、もちろん敵とエンカウントするんで死んだらその道をやり直すんでマジで鬼畜です。当時の子供はどうやってこれを見つけたのか、ぜひコメントで教えてください。メルキドへの道のり、個人的にはこれが一番エグかったです。僕は初見でリメイク版をやったその後ファミコン版をやったんですが、大人の僕でもあの道のりはやばかったです。生放送でやったんですけども何度も何度も知りました。まず何が鬼畜かっていうと、中継地点がありません、まあ、回復もできないし MP 切れてラダトームに戻っての繰り返しです。結構道も複雑で、ちょっと進んで行き止まり、敵が強くて死ぬ、ロドの印がある沼の方へ間違えていくと絶望します。ここら辺から敵がめちゃくちゃ強くなります。骸骨の上位版影の騎士、そして火の息ベホイミが厄介なスターキメラです。急にね上位版が出てきて理不尽なほど強くてボコボコにされて死にます。リメイク版でもそこそこ強いんですけども、ファミコン版は格段に鬼畜で、メルキドまでの道のりも長いし迷うし敵強いしエンカウントぶっ壊れてるし、でラスダンの竜王の城よりもここを抜けるのは個人的に鬼畜だった気がします。やっとの思いでたどり着いて、強敵ゴーレムには初見では皆さん殺されたのかなとも思います。悪魔の騎士、当たり前ですがボスなんで強いです。今の時代逆にボスが弱すぎなんて声もありますけども、ドラゴン、ゴーレムなどはもちろん強いですが、悪魔の騎士だけは異常に強いというか理不尽な感じの強さでした。厄介なのが先手を取られてからのラリホです。今回調べて分かったんですけど、これ必中なんですね。めちゃめちゃ食らうなと思ってたんですが、まさかの必中。ラリホーの何が鬼畜かというと、殴られても起きません。爆睡です、熟睡です。殺されるまで起きないとかも余裕であります。この時代のゲームって理不尽に殺されることが多くて、なんか唖然とすること多いですよね。それだけでも鬼畜なんですけども、ボスってだけあってステータスも高くシンプルに強いです。ドラクエ1で嫌な敵といえば悪魔の騎士って答える人多いんじゃないのかなと思います。まあビジュアルかっこよくて好きなんですけどね、めんどくさい敵でした。今回の動画はファミコン版ドラクエ1キッズには難しすぎた鬼畜要素などを語ってみました。容量の問題で昔のゲームなんでヒントが少なかったみたいです。皆さん初見の時ノーヒントでクリアできましたか？僕はリメイク版のドラクエ1から先にやったので、子供の頃に初見でファミコン版ドラクエ1をやったらクリアできなかったのかもしれません。皆さんドラクエ1の思い出など教えてください。最後まで動画ご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。